こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、モテオくんの自己アピール方法というお話をさせていただきたいと思います。でモテオくんはやっぱりさりげなくね、これ自分がこうアピールってされると嫌われちゃうんだけれども、さりげなく自分のことをアピールするのがすごく上手なんですけれども、一体何をやっているかというと、例えばお年寄りとか子供とかね、お年寄りに好かれるっていうのをこう会話の中で入れてみたり、子供を癒すの得意なんだよねって言ったりとか、お年寄りから好かれる、おじいちゃんおばあちゃんが好きだったりとか、あと子供好き、子供に好かれるっていうのを節々に入れておくと、あ、この人優しいかもしれない、動物もいいですね、動物、うん、あの優しいかもしれないって勝手にね女性が想像してくれますので、ぜひちょこちょこ入れてみてください。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日私が言われて嬉しかったのが、結構嬉しいのが、やっぱり癒されるとか、なんかジュリちゃんといると、まあ、ジュリといるとなんかすごい癒されるとか落ち着くとか言われると、なんか私いてよかったのかなっていうふうに思ってすごい嬉しいです。あなたも誰かに言って差し上げてください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。